いうわけでいつぞや尻切れトンボで終わった膝枕タイム開始です。おとなしくしていてくださいましね。このまま眠ってしまっても構いませんので、むしろ睡魔の誘いに耐えられようか卵のここは寝心地抜群なのですから。まさに低反発巫女枕、略してテミマー。もうこれは私の第二宝具と言ってもよいかと。あ、おぐし溶かさせていただきますね。おっと手が滑って後ろ首をくわっと強襲。ご主人様、今何か不穏な感想を漏らしました？しかもただの膝枕ではございません。さらにこう、はーい、頭固定しますね。にゅっしからばいざ尋常にお耳を拝借。いえ、内緒話ではなくておやー電脳体で耳かきって意味があるのかなと思っているうちは三流です。疑似漁師とはまさしく工事の肉体。3次元の肉体で気持ちいいことはこちらでも気持ちのいいことなのですから。都合がいいですか？都合がいいですね。でもまあそういうものなので観念してご奉仕を受けてくださいな。膝枕の上に優しくホールドしてからのカップルのみに許された幸せ耳かき。勝った、何かに勝った。これぞ妻の冥利に尽きるというもの。本当にありがとうございます、ご主人様。もう何を恥ずかしがる必要が。妻が妻らしきことをしているのです。ご主人様はただただ受け入れてくだされば万事これ問題なく、誰に見られるわけもなし、恥ずかしがる必要などございません。じっとしてその身のすべて委ねてくださいね。いいえ、こちらこそ。嬉しいのは私の方ですから。夢だったんですもの、こういうの。それに今更ですが、これまでのこともありがとうございます。私のわがままを全部聞き届けてくださって感謝の念に耐えません。ですのでどうか今ぐらいは大然と。やって当然だ、玉藻くんぐらいのお言葉でも私は構わないのですよ。じれったいですか？それはつまり我慢できないという意味で？もうご主人様ったらんだ一旦。そういうことならお早く言ってくださいまし。よーし、それじゃあとっておきの第三宝具いっちゃおっかな。耳かきとか古典的なムーブはここまでだぜ。いくぞ、玉藻忍法回転山嵐。てこの原理でご主人様は上に下への大移動。気がつけば服とかはだけてるって寸法さ。やっべ、バレた。ですが時すでに遅いのです。このまま四方固めに持っていけば私の勝ち。あとは末前いただきますとも。